ジャヤデーバの像、ジャヤデーバは12世紀のインドの詩人、クリシュナ・トラーダーの愛を書いたジ、ョ子ジ詩、ギータ・ゴー・ビンダの筆者。ギータ・ゴー・ビンダ・はラーダーは、針より、上の観点で書かれ、ヒンドゥー教のバクティを示す、重要文章である。ケンドリ・ムラカトゥアー・バソーリーの、ギータ・ゴー・ビンダの、ワンシーンを描いた絵、ジャヤデーバの誕生日と出生地は、不明。オリッサシュ・コルダ県。 ケンドゥリー・ササン村西ベンガル州のジョイデーブ・ケンドゥリー、村ミティラーが有力候補である。現在の研究で反対意見も出ている。ボージャデーバ・トラーマデービーの子として生まれ、秘文によれば、コナーラクの車パタカで、サンスクリットの詩を勉強したと判明している。リンガラージャ寺院、シンハーチャラム寺院、マズケスワル寺院の秘文を、サテヤナラヤナ・ラグジュルが訳したところ、 ジャヤデーバの若い頃について書かれていると分かった。クルマパタカで教鞭を取り、そこで勉強もしたかもしれないとのことである。ケンドリーサさんで教育を受けた後クルマパタカで、詩、音楽、踊りの経験を積んだという見方が有力視されている。祝教の聖典、グルグランとサーヒブの中の二つの賛美歌は、サンスクリットと東部のアパブラン社で書かれており、ジャヤデーバが書いた可能性がある。 プリーを訪れたクルナーナクに彼が深い影響を与えた記録が存在する。ありがとうございます。